絶叫戦隊ハイランダー、心スキャナードキドキ4番勝負。では西山さん、はい、これから A じゃないかの絶叫度を測ってみましょう。ああはい、分かる、私も乗るんですね。まずはレッドから A じゃないかの紹介をお願いします。座席が回転して宙返りをして、ひねってあと14回転します。よくわかりますね。心スキャナーを使って絶叫度を調べよう。心スキャナーはドキドキするとランプが赤くなる。アトラクション乗車中どれだけ赤くなるか検証だ。後ろか、そうだった、できます。これいつ来るかわかんないです。これいつ来るかわかんないですよ、後ろなので。うわ高い高い、寒い。乗ってきましたけれどもどうでしたか？いや結構好きなんですけど、これはちょっと何が何だか分かんなくて死ぬかと思いましたね。私もなんか途中で目を閉じてしまって、はい、目が開けたと思ったら涙がちょちょ切れてました。A じゃないかの絶叫度は 89%。 さあ次回はどんな絶叫が待ち受けているのか。